吉羽義兼は、戦国時代の山陽地方の商人。吉羽義春の長男、母は、恋直行の娘、性質は、山中高生の娘、通称、孫左衛門。五王、道林。一説には、吉羽寺船とも言う。墓所については、広島市西区の改造寺境内墓地にあり、宝号は、吉羽道林古児である。は氏である義家の代末裔と、 伝えられる。現在の広島市西区の草津に従し、魚などを商ったという。その頃、小玉巣を守るの居城であった草津城に御用商人として出入りしていたが、孫左衛門が律儀で再確に富んでいたために、1579年3月に巣を守るが中央となり、将来見込みのありそうな孫左衛門と、当時、もう年家から預かっていた。 山中康生の娘の成功を結婚させたところ、安の定、孫左衛門は、次第に出世して醸造業などを営むなどして、文元社となった。森豪との間に、長男のいよいよ江門、上優と次男の孫兵衛を設けた。孫左衛門と森豪は、吉川屋の菩提寺である、広島市西区の上京寺に埋葬されたが、1937年に、直系の子孫である、山中三郎の手によって、 広島市西区の改造寺に改装された。吉和慶図に、山中鹿の助娘、八重姫天正2年2月3日病死。法名と影陰両生大死。墓地や菊札改造寺にありと記されてあるが、これらは、後年に作られたもので、孫左衛門と妻の成功の没年日や、改名などの詳しいことは不明である。吉和屋本家では、いよいよ衛門、上友から、 歴代の当主は本世に山中姓を用いて、吉和やいよいよ江門の通称を継承しており、山中三郎の代に至るまで、吉和やいよいよ江門の通称を使用していたため、現在も墓石にもその通称が刻まれている。一説に、小玉数を守るは、山中康政の娘を武士の家に嫁がせたならば、その子山孫が、もう年家に復讐することを恐れたために、 あえて商人の家に嫁がせたと伝えられている。ありがとうございます。